ここで場内の皆様にお願い申し上げます。すでに皆様ご存知の通り、先日中日ドラゴンズ木下雄介選手が逝去されました。木下選手は2016年育成ドラフト1位で入団、2018年3月に支配下登録され37試合登板しました。ドラゴンズで不動の守護神、セーブ王になることを目標にしていました。ここに木下雄介選手へ哀悼の意を表し黙祷を捧げます。皆様ご起立、ご脱帽をお願いします。黙祷。お直りください。ありがとうございました。ドラゴンズはこれからも木下雄介選手と共に戦い続けます。心よりご冥福をお祈り。